一週間の美女、美少女たちの話題を前後編で取り上げる、今週の美女図鑑の後編、10月20から22日。今年8月に最終回を迎えた特撮ドラマ、仮面ライダーセーバー、テレビ朝日系、で、ヒロインの須藤芽衣を演じた河津明日香さんが、ファースト写真集、明日から、集英社を発売した話題、女優の桜井日奈子さんの、桜井日奈子2022カレンダーブック、東京ニュース通信社、10月28日発売、から、表紙カットが公開された話題などが注目を集めた。10月20日、女優の山田杏奈さんのセカンド写真集、東京ニュース通信社、11月19日発売のタイトルが、ブルーに決定したことが分かった。通常版とセブンネット限定版の表紙も公開され、通常版には、キャミソールに身を包み、頬に手を添える姿、限定版には、リン、リンとした表情で湖に立っている姿が映し出されている。20日、人気コスプレイヤーのいおりもえさんが、漫画誌、週刊少年マガジン、講談社、第47号の表紙に登場した、いおりさんが同誌の表紙を飾るのは約2年ぶり、最強コスプレイヤー、甘い香り、急接近、彼女は今日も美しい、と紹介され、水着姿を披露した。20日、河津さんが、ファースト写真集、明日から、を発売した。写真集は、約1年にわたって撮影したもので、移ろいゆく季節とともに河津さんの姿を切り取った。様々なタイプの水着姿も披露している。21日、アイドルグループ、日向坂46の宮田愛萌さんと森本麻里さんが、漫画誌、週刊ヤングジャンプ、集英社47号に登場した、MM 姉妹、とも呼ばれる宮田さん、森本さんが遊園地やプールで、あざと可愛い、姿を見せた。21日、アイドルグループ、日向坂46の金村美玖さん、東村芽衣さん、丹上あかりさんが、10月21日発売の漫画誌、週刊ヤングジャンプ、集英社47号の表紙に登場した。部屋にデジャレ合うなど仲良しショットに加え、ノースリーブワンピースで腕を絡め合う写真も掲載された。22日、アイドルグループ、日向坂46の加藤志保さんが、女性ファッション誌、キャンキャン、小学館、12月号に登場した。同誌の専属モデルを務める加藤さんは、この時期注目される5つの、映えニット、姿を披露する。22日、桜井さんの、桜井日奈子2022カレンダーブック、から、表紙カットが公開された。桜井さんがサロペットを着て横たわり、美肌を覗かせている。今回のカレンダーブックでは、桜井さんが史上最高に大人な姿を披露。ムーディーなタンクトップを着用し、濡れた髪をまとめ上げるような仕草のカットなども掲載される。22日、アイドルグループ、乃木坂46の遠藤さくらさんが、雑誌、ブロディ、略夜書房、12月号の表紙を飾った、王道継承、とのキャッチコピーとともに美しい色白の肌を見せている。同号では、11月20、21日に東京ドーム、東京都文京区、公演を開催する乃木坂46を特集、乃木坂らしさを受け継ぐ正統派エースの遠藤さんは表紙に加え、関東にも登場し、自然体の姿や凛とした佇まいで写真に収まっている。